皆さんこんにちは、エンプラチャンネルです。今日もご視聴ありがとうございますということでね、もう7月になってしまいますね。はい、ということで6月の後半に撮ってるんですけども、これねチョメカリさんで安くもないけどね、まあ普通所だったらもっとお高い値段なんでしょうけども、ちょっと変形しちゃってるよってことでね、ちょっとお安めで購入できたもんなんですけども、これからねちょっとこういうものもね、まあ磨けば光る玉となるかどうかちょっと試してみたいと思いますよ。いい顔してね。まあね、ウルトラ Q の怪獣ソフビもこうやって揃えてみると、やっぱりなんかね、ウルトラ Q といえばね、この子がいないとなっていうところでね。はい、それではまた、どうなりますか、乞うご期待です。まずは汚れを落とします。スポンジでねゴシゴシとね泡をつけたところで、ちょっと放置して汚れを浮かび上がったところで浮かび上がらせて流しますわ。よいしょ。お湯かけてね、首外しましたけども、首の根元は問題ないみたいですね。まあ問題はこっちかなというところでね、ちょっとお湯に浸すか茹でるかして歪みを取ります。意外のものはね、お湯かければこんな風に、いい感じで元に戻るんじゃなかろうかと思いますね。今ね、触ると熱いのうちにね、くっつけてあげて、あとは水で締めてあげればね、このちょっと熱いのをちょっと冷ましてやって、まあちょっと強烈な時はね冷蔵庫で冷やしたりするんですけども、これはこのままでいけそうですね。なんかねとレストア完了ということでね、首もバッチリと歪みが取れましたっていうところで、実は私ね、このカネゴンね、ブルマークとかマルサンのカネゴンっていうのはね、手に取って触るの初めてなんですよ。小学生の頃もね、カタログとかでは見たことはあるし、店に売ってたのもかな、見たこともないなっていうところでね、実はマズさんのねプラモデルはね持ってたんですよ。ジーコジーコ歩くやつ、あっちは持っててすごい大事にしてたんですけども、これはね、見たことがなかった。友達も誰も持ってなかったんじゃないのかな。今回初ですよ、触ってみるのが。いやー、なかなかね、やっぱりウルトラ Q って言ったらね、ガラモンとかゴメスとかペギラもいいですけども、ペギラ人気だったと思いますね。結構持ってる子多かったような気がするな。ペギラあったかな、ミニ怪獣だったかな、結構ね、ペギラ持ってる子いたと思いますね。なんかね、キューピーさんみたいな、ちょっとなんか何とも言えない顔したペギラ持ってた誰か持ってたな、っていうところなんで、カネゴンはね初ですよ、初。なんかすごく嬉しいです。なんかね、まあこうやってねウルトラ Q の装備があって、やっぱりなんか足りないなと思ってたし、まあここには合わないな、合わないっていうかね。まあ実際私ね、まあこれね、これもブルマークさんの復刻版のゴジラ、ゴジラ結構お安いですよ。この復刻版のゴジラはねお安いですね。そしてこれもね、バンダイさんの復刻、バンダイさんが復刻してくれたブルマークのバラゴン、これもまあまあリーズナブルな価格、当時はもう2500円ぐらいで売ってたんじゃないのかな。これはこっちはもうちょっとお高いと思いましたけども、こっちは結構お安い値段でね、復刻してくれたやつ。そしてこのガルバンもまあ結構お安い値段で復刻してくれたもんですわ。とね、この3体揃ってね5万円だったんですけどもね、やっぱり東宝大英、ね、大英裏にはね円谷プロって書いてあるんですよ。これもひどい話だけどね、円谷プロ、ブルマークね、こちらの方には大英、バンダイって書いてますけどね、これはね復刻したのがバンダイの B クラブですから、まあ本当にでも大英円谷プロ関係ねえじゃんみたいなところがあるんですけども、まあね、この怪獣ソフィーといえばっていうところでね、まあ、東宝でも大英じゃないよなって、やっぱりここ円谷プロが1個欲しいよねっていうところでね、ここでもなんか1匹欲しかったし、こっちの方でもねやっぱり、リアル系でも、ね、ウルトラ Q の怪獣こんだけ揃ってんのに肝心なのがいないよなっていうところでね、やっぱりそこでやっぱりカネゴン
でもカネオン結構いいお値段するんですわこれ結構、復刻版とは言ってもね、クエンブルマークさんの復刻版ですよねこれね。バンダイさんの、これタグがねちょっとちぎれちゃったりなんかしてるんで、これはね、潔くね取っちゃおうかと思ってます。足の裏きれいにしようかなと思ってます。全部残ってたらねつけとくんですけどね、まあ、こんな感じでねつけとくんですけども、まあもうなんか半分残ってもしょうがないし、足の裏もちょっと汚いんで、ここも、ね、ちょっときれいにしようかなと思ってますよ。まあ誰に売るってわけでもないしね、こんなに騙される人もいないですからね、カネゴンなんかメジャーですからも、まあそんなところでね、やっぱりね東方大栄円谷、やっぱり円谷プロ、怪獣といえばやっぱり円谷プロだよなっていうところでね、こんな感じかな、こんな感じ。まあゴジラ別格ですからね、まあこんなところでね4体揃っていいね、いいね。なんかもう、あ、沼にはまりそうだ、怖い怖い怖い、すごい怖い、自分の気持ちがすごい怖いです。なんかね、ね、こういう風にねやっぱり、これやっぱりつぶらやプロが1本あるとね、やっぱりなんかコレクションとしてもおおって感じがしてきますね。並べてた時に美しい。やっぱりここでね、怪獣好きだよねって言ってもつぶらやのが1本もないんで、1体もないんじゃちょっとなっていうところで、これは抑えとくべきだろうなっていうところで、まあ、国家先はね、揃える気はないですよ。ないっちってもなんかもう、なんか次を探してる自分が怖いんですけどね。やっぱり怪獣嘘不備。まあ、怪獣らしい怪獣かって言えばそうなんですけどね。まあ、ということでね、こちらの方がね、ちょっと寂しくなっちゃいましてね。というところでもう一体ね、買っちゃったんですわ。バカだね、本当にね。これがね、意外と出来が良かったんでね、最近のもんですけどね。タグ取っちゃおうかな、これはタグ取ろう後でね、これねどうしようか迷ったんですけどね、この頭のギミックがねちょっと気になっちゃってね、ここがくるくる回るんですわ、ここのところがくる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 と、これがあのちょっとねおおっときてしまいまして、まあ実際ウルトラ Q のねカネゴンってこの辺がぐる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 ね一回に動くんですよね。それがまあリニューアル版とかだとその辺まで再現された着ぐるみっていうのはないなっていうところで、やっぱり劣化した着ぐるみしか出てこなかったもんですからね、そんなところでちょっと残念。やっぱりねピグモンっていうかガラモンもね、リニューアルされても着ぐるみはやっぱり初代超えられないっていうか、このイメージを超えられないし、カネゴンも超えられない、安野さんもねこの2体はね、いくらいい造形しても超えられないと踏んだんでしょうね。ウルトラマンの新ウルトラマンのねオープニングにもこの2つは、2体は出てこなかったですからね。やっぱりゴメスなんかはね、新ゴジラのやつを改造してみたいなところで、これには勝てそうだな、ペギラもなんとかいけそうだな、だけどねこの2つはねリニューアルは難しい。まずねこの味が出ないからね、これより良くならないんですわ、誰がどう作ったところで。まあというところでね、カネゴン、そしてこちらもカネゴンということでね、まあカネゴの話はまたしたいと思います。というところで今日はね、変色な動画でしたけども、お付き合いくださいましてありがとうございました。失礼します。